動画視聴ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。今日もあつ森の動画を撮っていきますのでよろしくお願いします。早速マリリンちゃんを見ていこうと思います。昨日キャンプサイトで声かけてからお引っ越し決まってマリリンちゃんこちらにお引っ越ししてきました。すごいピンクと紫のお家ですね。かわいい女の子っていうお家ですね。かわいい横おつぼんとかかわいい後ろにに会っていこうと思います。ずっと待ってて楽しみにしてたんで。あ、お掃除してる。で、壁紙がめっちゃおしゃれ。マリリンちゃんめっちゃかわいい。が柄がハート柄なのがすごくかわいいなと思いました。あ、コブさん、フルミドルをさそり込めるの中心で足切れでに立ったさそりでカーハミンさせるさ。あ、よかった、ようなせるから足からいたらそり以上で、あ、うん、明日お部屋見れるの楽しみにしています。荷物どんなお部屋なんだろう、楽しみです。すごい、でもなんかおしゃれな感じがもう勝手にしてます。すごいおしゃれ、かわいい、尻尾がかわいい。やっぱみんな尻尾がかわいいですよね。なんかあの揺れる感じがかわいいです。また遊びに来ますね、邪魔しちゃうんで。2回も会えてる。マリリンちゃんにプレゼントするのには3日間ぐらい時間かかっちゃうんで、とりあえず島を一周していらないものとかちょっと片付けようかなと思います。なんかもらったの。ああ、金次郎さんが悩んでる。どうしたの。月だぜにしました。やっぱり月だぜ、前好きだぜって使ってたんですけど、いつの間にか他の子が好きっていうのを使ってるのを真似しちゃってから好きってずっと使ってたんで、また好きだぜに戻しました。低いにはいいし、これはもう知ってるレシピですね。夏の貝殻で、夏の貝殻落ちてくる季節なんですね。なんか全然ハピパラばっかりやってるんで、ちょっと集めたいなと思って貝殻いこうかな。久々に貝殻拾っていこう。少しお金に使えようかな。魚もいる。
なんか宇宙に海岸にいないんですよね。ちょっと遊びに来てほしいんですけど。なんでだろう。もうちょっと飾り付けしないとダメなのか。なんかすごいここお花増えちゃった気がする。なんかお花も植え方いまいち分かんなくて、いろんなところに植えちゃってて。ゲットしたいと思います。風船黄色い風船だからお金かな。なんだろう、ね、お金かな。黄色だとお金が結構多いんですよね。あ、違う、マルチストライプワイドパーツ、マルチストライプワイドパーツ。あ、結構おしゃれ。あとで箱、ちょっと今日の服装にはちょっといまいちな気がするんで、しないといけない。植樹か、お金の木とか植えるといいのかな。植樹、ちょっと待って、
金の木多分とかで光ってる気がするんで探していこうかな。あ、ちょいちょがったところに、ここから見える見えない、ちょいちょの後ろ姿があそこなんかやってる、見に行こう。ちょいちょ、上にいた、違う、ちょいちょ、ねえ、いいお天気、あっちにはオズモンドがいる、珍しい。よしのちゃんが前から歩いてる。もう眠くなっちゃう。プロテインね。よしのちゃん。あ、ちょうど着替えた。なんかみんなここに集合してるね。私あっちに行きたいの。ごめんね、よしのちゃん。チャンネルを見てくださりありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。